どうもこんにちは、田村です。今回の話題なんですけど、不倫問題について仏教の視点からどう考えるのかについてお話をしていきたいと思います。まあ不倫というのはお茶の間のテレビのニュースなんかでもよく話題になりますし、まあ、あと週刊誌とかでも結構まあ熱い話題というか、そんな感じじゃないですか。まあですので、前から一度は触れておきたい問題かなと思ってました。あ、もちろんですね、僕が仏教とか宗門とか、まあ、お坊さんとかそういったものを代表するなんておこがましいことは全然思ってないです。ただですね、まあ一人のお坊さんの意見として、ふーん、あ、そうなんだくらいで聞いていただければすごい嬉しいので、どうぞよろしくお願いします。ということで行ってみます。で、まず仏教で不倫が許されてるかどうかについてなんですけど、実はこれですね、バッチリ禁止されてます。当然ですね。有名なのが誤解というものですね。まあ5つの解、不摂生解、不中等解、不邪淫解、不毛誤解、不穏受解という5つのルールが仏教では決まっています。今言った中の3つ目ですね、不邪淫戒というのが今回不倫に直接的に関係してくる戒律です。不邪淫戒というのは、要は不道徳な性行為を行ってはいけないというルールです。で、今話しているこの誤戒というものは、基本的には在家、要はそのお坊さんじゃない一般の信者さんに課せられる戒です。で、今在家の人の戒について話してるんですけど、もちろん出家者、お坊さんについての戒律もありまして、まあ当たり前すぎなんですけど、お坊さんの戒律にも出家者の戒律にも不邪淫戒というのはあります。で、今お話ししているこの誤戒というのは、これはインドの原始仏典の中に、まあ、記載があるものです。ですので平たく言っちゃうと、インド仏教の戒律ですね。で、インドからその中国を経て日本に仏教が伝わってきて、まあ、正常仏教から大乗仏教というふうに変化してきますけど、日本では大乗仏教じゃないですか。で、このインドの誤戒と、まあ、日本の仏教の大乗仏教の戒律というのはまた違ってきます。大乗仏教の戒律だと従前戒とか、まあ、あとはその従従近戒とか、いろんな戒律が出てきますけど、まあ当然ながらどの戒律でも不倫っていうのは禁止されてます。あ、で、ちなみに戒なんですけど、これはどちらかというと自分で自分に課す道徳的規範みたいなものですね。で、律っていうのがもう守らなければ罰が与えられるルール、法律みたいなものです。で、なんかこのあたりがちょっとややこしいんですけど、インドの仏教だと戒と律をしっかり分けてるんですよ。でも日本とか中国の大乗仏教だと戒律という形でひとまとめにして考えたりしています。だから今までの説明の中でも戒律と言ったり戒と言ったり、なんかちょっとごちゃ混ぜになってますけど、あんまりそこは気にしないでいいです。まあね、学問として仏教を研究したいっていう方だったら別ですけど、一般的な理解だったら、まあ、戒でも戒律でも、ああルールねくらいで思っておいた方が分かりやすいと思います。で、さっきも言いましたけど、日本とか中国の大乗仏教の戒律でも不倫は禁止されています。ダメですね。で、そこからさらに鎌倉時代まで、まあ、時代をこっちに近づけてきて、信州とか禅宗、あとその日蓮聖人を中心とした教団ですね、まあ、後々の日蓮宗になる教団で、そういう教団の中では実はですね、戒律というものはあまり重視されていませんでした。それはもう別に何でもありっていうわけじゃなくて、要はその信心を強く持っていれば、おのずとやっちゃいけないこと、やっていいことっていうのが区別がつくから、まあ、戒律というルールに縛られなかったみたいな意味合いが強いです。まあ、要は何が言いたいかというと、ちゃんと信心を持っていれば不倫はダメでしょっていうことですね。まあ、戒律でも禁止されてるし、まあ、戒律が緩くなってきた時代の仏教においてもやっぱり不倫はダメっていうことですよ。じゃあなんでその戒律、まあ、ルールとして不倫が禁止されてるかっていうのは、まあ、時代とかあと地域によって違う部分はもちろんあると思うんですけど、まあ、基本的には家庭を壊す、人間関係を壊す、そして病気の蔓延につながってしまうというようなことに、まあ、つながりやすいからっていう背景があるはずです。まあ、日蓮宗のお経の後に唱えるエコーの中でも、例えば家庭の和楽を得てとか、家内安全子孫長久とか言ったりしてますからね。まあ要はこれは家庭の中、社会の一番小さい単位としての家庭が、まあ、うまくいきますようにっていうふうに祈る言葉ですから、まあ、そういう思い、願いに対して不倫というのは全然反対、正反対のことです。日蓮聖人も御遺文の中で、男は羽なり、女は身なり、羽と身と別々になりなば何をもってか飛ぶべきというふうにおっしゃってます。要はこれは、まあ、男性、夫は羽であると、そして女性は身であると、妻は身であると、で、この2つが一生懸命協力し合ってやっていかないと、もう家庭なんてうまくいかないんだよってことをね、
日蓮宗にもおっしゃってるわけですよね。まあ、日蓮宗の信者だったらやっぱりそれに従わなきゃいけないと思いますし、まあ、そもそも、まあ、その信心とかね、ご遺文とかお経とか抜きにして不倫をしてハッピーエンドに終わることってほぼないと思うんですよ。まあよく芸能人とか、政治家の方とか不倫をしちゃうじゃないですか。でそうするとやっぱりかなりの大ダメージがいきますよね。 CM の、まあ、解約違約金がとか番組を下ろされたり、あとはどうしても議員辞職をしてしまった人もいるじゃないですか。だからまあ不倫というのは仏教的にも社会的にも、まあご遺文とかお経文的にも、まあ、全部の面でアウトなわけですよ。まあね、ある人は不倫は文化だとか言ってますけど、まあない方がいい文化っていうのもありますからね。はい、ということでここまで不倫についてごくごく当たり前のことを言ってきましたけれども、じゃあね、そんな偉そうなことを言ってる坊さんが不倫をしてないの？ちょっと詳しく聞いてみたいっていう声もあると思うので、ここからちょっと個人的な話をしていきたいと思います。あ、もちろん僕は不倫してないですよ。そんな不倫するほどモテないんで。まあそもそもモテるとかモテないとかそういうレベルの話でもないですけど、ただ僕のおじいさん、祖父ですね、は不倫をしていたらしいです。なんかこれも、まあ僕が6歳の時に僕の祖父は亡くなってますので、聞いた話ベースなんですけど、なんかね、当時はお酒がまあエンターテインメントのほぼ全てを占めてる時代で、でうちの祖父はまあお酒が大好きなんですよね。もう飲みまくって飲みまくって朝まで帰らないみたいなことがすごい多かったらしいです。まあそれで不倫をしてということで、まあうちのおばあちゃんですね、なんかすごい嫌な思いしたらしいですね。まあ当然ですけど、これはもうお坊さんとしてというよりも、まずそもそも人としてダメですよね。社会人としてダメですよね。まあ30年前に僕のおじいさん死んでるんですけど、まあ30年後になって孫である僕に YouTube でつつかれるなんて、まあ僕の祖父も思ってないでしょうけど、まあね、ちょっとひどいと思いますよ。ちょっと、まあ常識がないというか、知能が低いというか、僕の祖父なんですけど、ちょっと恥ずかしいですね。まあ昔の時代はやっぱり遅れてるじゃないですか。まあ昔だからしょうがないんですけど、だからその頃は女性の権利が不当に低くて、もう、僕のお母さんじゃない、おばあさんは、まあ我慢をせざるを得なかったらしいですね。まあそれもひどい話なんですけど、まあその結果僕がここにいるということにもつながってるんですけど、まあただね、まあ、時代がおかしい、まあ、時代というより僕のおじいさんが一人の人間としておかしかったんですけど、ただそのひどいおじいさんをも寛容に受け止めていた、忍耐力かもしれませんけど、忍耐を持って受け止めていた僕のおばあさんは素晴らしい女性だったんだなっていうふうに、やっぱ今考えてみるとそう思いますね。でちなみに一夫多妻が認められている国ってあると思うんですよね。まあ、法律として認められている国で、そういう場合だと、まあ一夫多妻ですから、一人の男性が、夫がたくさんの女性、妻と関係を持つことっていうのはまああるじゃないですか。普通じゃないですか。で、その家庭がまあ仏教信者だった場合は、別にそれは仏教の戒律には違反はしてないですね。まあ奥さんの了解も当然得てますから、人間関係が壊れたり家庭が壊れるってこともないです。まああとよく話題になるんですけど、夜のお店に男性が行っていいのかどうかなんですけど、これはまあ女性、つまりまあ配偶者ですね。配偶者が了解をしているのであれば、理解をしているのであれば、いいという考えがあります。ただまあこのあたりはちょっと立場がいろいろな意見が多いので、まあこの動画で深く掘り下げるのはやめておきます。ただね、本質としてはその人を不幸にしない、家庭を壊さない、人間関係を壊さないというようなところが根底にあって、そこを抑えておくのがまあ一つの理解のポイントなのかなと思います。まあ正直現代社会っていろんな文化とかシステムとか、まあ物とかエンターテインメントとかどんどん生まれてるんで、まあ昔の仏教の戒律とかお経文とかそういったものだけを機械的にまあ暗記したり当てはめても全然対応できないこともあると思うんですね。だからそういう場合は本質をまあ見てみて、でその本質に当てはまるかどうかっていうところを考えるのがいいですね。でここから最後なんですけど、僕の個人的な意見ですね。これは仏教とか関係あるかどうかちょっと分かんないんですけど、僕の個人的な意見を述べておきます。まあ不倫に限らず人間関係を壊すような行為は絶対やめた方がいいです。まあこれ当たり前すぎなんですけど、エネルギーの消費が半端ないですから、崩れた人間関係っていうのはもう元戻んないですよ、正直。まあそれでね、例えばこの人間関係を元に戻そうとして膨大なエネルギーを使う、時間を使う、これ最悪ですよね。
本当に何の生産性もないというか、だから人間関係を壊すような行為っていうのはもう強く慎んだ方がいいです。人から強い恨みを買うような行為っていうのはマジでやめた方がいいです。まあ生き量という言葉を聞いたことが終わりかと思いますけど、やっぱり人から恨みを買うとその恨みっていうのが生き量となって自分の周りに来たりするものですね。まあそれを何とかするための宗教であり仏教であり手法だとは思うんですよ。ただやっぱり生き量がついたとか人から恨まれたとかそういうことで困ってからなんか宗教とか霊能者とかに頼るよりも予防するのが一番いいです。間違いないです。なんと申しますか、その人間関係っていうのは人生における悩みの大半を占めてます。この人間関係の悩みがなくなれば人生っていうのは本当に幸福になると思うんですね。まあもちろん人から全く恨まれないで生きるのってすごい難しいと思うんですけど、極力ですね、人間から恨まれるような、まあ、言動行いっていうのは避けた方がいいと思います。これはもう不倫に限らず何でもそうですね。はい、ということで今回は不倫についてでした。まあ不倫っていうのはこれからも、まあ、正直起こると思いますね。はい、週刊誌でも、うん、ニュースでも取り扱われると思います、残念ながら。しかしですね、そういうものを見て他人の振り見て我が振り直せですね。自分が道を踏み外した行いをしないようにしっかりと理解して、不倫をしたら何が起こるか理解して、宗教的にも仏教的にも禁止されてるんだってことをしっかり頭に入れて、まあ、皆さんがですね、まあ不倫なんてしないと思いますけど、しないと思いますけど、万が一億が一にでも間違った道に行かないように願いを込めてこの動画を撮りましたということで、最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。